では、定刻となりましたので、ただいまより日立政策省2018年3月期第2四半期決算説明会を始めさせていただきます。まず初めに本日の説明者につきましてご紹介を申し上げます。株式会社日立政策省執行役専務 CFO、西山光昭でございます。 同じくブランドコミュニケーション本部長平野康夫でございます。よろしくお願いします。では決算の概要につきまして二社メールご説明を申し上げます。お願いします。はい。それではあの連結決算の概要というタイトルのスライド形式の資料で説明申し上げます。まずスライド一の二があー PL の要約であります。中ほどが四月から六月まで。 4月から9月まで6ヶ月の2級累計という欄であります売上高が4兆3764億円前年同期で101%増収でありましたここに再編のポートフォリオの再編とか 為替の影響が入っていますので、これを除いた補正後の値と比べますで比べますと4%の増収となっております。次の段の小正後営業利益ですけれども3,032億営業利益率が6.9%前年同期比で744億円の増益であります。EBIT が2,964億円。 前年比779億円の増加、一番下の純利益が1606億円で471億円、営業利益が30%前年比増加、純利益が42%の増益となりました。次のスライド1の3に、売上と営業利益のウォーターフォールチャート。 で前年度との比較のマクロ分析を表示しておりますけれども、まず売上高ですが、左がポートフォリオの見直しの影響、これは日立物流、日立キャピタル、そして日立後期、これの連結子会社から外れたことの売上影響が2620億のマイナス影響。 それから中ほどが為替影響で1000億のプラスの影響、これ以外の事業拡大等が1846億円の増加でありました。このうち M&A、M&A というのはこれは日立建機、日立化成、それからサルウェアの買収、この大口を合わせたものですけれども、それの貢献が、 1846のうち、MA によるものが850億、それ以外の純粋なオーガニックによるものが996億円でした、右側の営業利益のウォーターフォールチャートでありますけれども、ポートフォリオの見直しの影響が270億円のマイナス影響がありましたけれども、為替の影響が150億円。 で収益性改善等、大きな上向き矢印824億円であります。このうち M&A による貢献が40億円、M&A を除く純粋なオーガニックによるものが784億円でした。コスト競争力の強化、あるいは低収益事業の構造改革等によりまして、着実に利益、 キャッシュを創出する形が構造ができつつあると認識しておりまして2級累計紙期としては営業利益 E ビットそれから純利益ともセカンドクォーター累計紙期としては過去最高の値となりました次のスライド1の4が。 国内海外地域別の売上高であります。セカンドクォーター累計構成比ご覧いただきますと、国内が四十八パーセント。海外が五十二パーセントなりまして。海外は前年同期四十九パーセントから五十二パーセントと増加しております。また、一番右側の前年同期比ご覧いただきますと。国内が九十五パーセント、海外が百六パーセントであります。 またここに記載ございませんけれども、ポートフォリオ再編の影響と為替の影響を除いた値は、前年同期比が国内が100、それから海外が109となります、また欧州が92%となって減っておりますけれども、これは日立後期の売却の影響がありますので、これを補正しますと、92が105という同期比となります。 特に伸びた地域別に特に伸びたのが中国とアジアであります中国が113%でありますけれどもここは建設機械自動車オートモーティブシステムそれから日立火星が伸びましたそれからアセアンインドほか中国を除くアジアですけれども日立ハイテクそれから日立国際電機それから建設機械が伸びました。ヨーロッパは国際、えー あ日立後期の売却の影響がありましたけれども、日立県、県機それから鉄道事業が伸びました。その他の地域で大きく伸びたのが、これは建設機械であります。次のスライド1の5が BS とキャッシュフローの要約であります。上の、BS、の要約資産総資産が 10兆飛び423億円で3784億、下記の売上品、プロジェクトものの売上品のための棚山の増加等で、総資産増えております、下から3番目の CCC ・運転資金手持ち日数が72日となりました。これは 内部計画としては9月は77日を計画しておりました。これは IP の棚澤がまだ溜まっていく、あるいは売りかけが溜まっていくステージにありますが、ここがそれ以外の部門全体で運転資金改善いたしまして、72日と下げていることができました。株主持ち分比率が31.3%。 でポイント改善、D、レシオはと横ばいであります下の製造サービスのキャッシュフローでありますけれども営業キャッシュフローが2784億円これに対して投資キャッシュフロー投資支出が2344億円でここにはサルウェアの買収日立化成の M&A の買収これの資金支出 が入っていますけれどもフリーカしロは440億と黒字を確保いたしました次のスライド1-6以降がセグメント別の売上利益でありますポイントをお話ししますと1-6の上情報通信システムでありますけれどもこれは ATM の販売が減少しましたけれども国内のシステムインテグレーションの それから為替の影響もありまして1%増収利益は IT プラットフォームプロダクツの事業構造改善事業構造改革の効果がありましたそれからハイエンドのフラッシュストレージの販売増そしてシステムインテグレーションの収益性改善これらによりまして205億円 営業利益が増加いたしました加えて EBIT がさらに507億と大きく増えていますけれどもこれは営業利益の増加に加えまして事業改事業構造改革関連費用これが減少したことによるものであります次の社会産業システムですけれどもここは 産業流通分野による低収益事業の撤退の影響で、売り上げを減らして絞り込んでいる部分がありますが、鉄道システム事業の増加、それからサルウェアの買収による産業機器事業の増加、これによって1%増加しております。営業業業業利益益益が産業機器事事のの収収性性改改善善電力エネルギー エレベーターの中国の苦戦これをカバーして173億の増益となりました。電子次のスライド17の電子装置システムですけれども、ここは96%売り上が減っていますけれども、これは日立工期の売却の影響がありました。ただし、日立国際電機、日立ハイテクノロジーズの半導体製造装置。 これが増加しておりまして、その結果、営業利益や日立飛行機の売却の影響はありましたが、半導体製造装置の販売の増加、これが影響が上回りまして、91億の増加となっております。次の建設機械ですけれども、これは中国を中心にした海外での販売の増加、これに加えまして、 ブラッド券、HE パーツ等の連結子会社化、これで31%増収となりました。営業利益は売上の増加に加えて、為替の影響も、好影響もありまして、316億の増益となりました。スライド1の8、高機能材料ですけれども、これ、エレクトロニクス関連製品。 そして自動車関連製品の販売の増加、これに加えまして、日立化成によるフィアムエナジーテクノロジー社、蓄電池の会社の連結子会社、連結子会社化がありまして14、14%増えておりまして、これに伴って営業利益も55億増加しております。次のオートモーティブシステムですけれども、中国、それから国内、ヨーロッパとも販売増加いたしまして、 4%売上増加これに伴いまして営業利益37億増加しております次のスライド1の9が生活栄光でありますけれどもここは96%と4%減収となっていますけどこれは海外の主にテレビですけれども調達品の純額表示化した影響であります営業利益は コスト低減の効果、それから事業構造改革の効果が現れまして、48億の改善であります。その他のセグメントは、これは日立物流の持ち分法適用会社化がありましたので、ここが売上利益とも減っております。また、全社および消去の e b i 百321億、大きく減っておりますけれども、これは前年度にありました 日立物全体見渡しますと、日立物流の上等、これが日立物流の売上利益がなくなったその他のセグメントを除く、他の7セグメント、いずれも増益となりました。次に1の12トピックス、上記のトピックス、記載しております。 まず、ルマーダ事業の売上高の表が一番上にございます。セカンドクォーター累計で四千五百二十億の売上であります。これ、計画は四十四パーセント。全体の年間の売上に対する進捗度が、計画では四十四パーセントだったのに対して。 今回、4520億、9500億の見通しに対する進捗が48%なので、計画以上の積み上がりとなってきております。また、このルマーダ事業強化のためのいろんな施策としては、ここに書いてあります、デジタルソリューションのグローバル展開をリードすべく、日立バンタラ社を発足いたしました。また大金様トヨタ自動車さん と産業分野におけるルマーダ事業ルマーダを活用した競争、コラボの拡大を図っております。また成長に向けた事業の強化としては、秋田イン社からの空気圧縮事業、サルエアの買収を7月に完了いたしました。また、日立プロダクツ系では日立化成がドイツの断熱部品メーカー、あるいはタイの鉛蓄電池のメーカー、 これを買収完了しておりますまた、加えて事業ポートフォリオ改革としまして、日立国際電機の TOB を10月に再開始いたしました、また、単造ロール事業、あるいは施設管理事業、こういった事業の再編、これを実行いたしております。 次に2の1のスライドで年間の見通し、17年度年間の見通し申し上げます。まず、欄外上に書いてあります、前提としております為替レートですけれども、1ドルが110円、ユーロが120円、これを前回から変更しないでおいております。2017年度の一番上、売上ですけれども、9兆3000億。 前回見通しから2500億増やしております。調整後営業利益は6600億、前回見通しから300億修正いたします。EBIT5800 億、これは背負うきます。これは17年のの、もともと前回見通しまでは、17年のサードクオーターに織り込んでいました、日立国際電機の譲渡時期。 これが17年度、なく1 8年度への変更によりまして、e、EBIT5800 億と純利益3000億、これは据え置きます。スライド2の2以下、ご覧いただきますと、大きく変更して、セグメント利益を変更しておりますのが、電子装置システムで250億、建設機械110億、 それ以外には情報通信、それから高機能材料、それから生活エコ、これを堅調さを、ここのセグメントの堅調さを反映しまして、10億ずつ、それぞれ10億ずつ修正しております。また、全社および消去ですけれども、ここの e ビ i トが370億と大きく減らしておりますけれども、これは日立国際電機の譲渡の 年度のずれ、17年度から18年度への時期の変更、これを反映したもので、この結果、営業利益は300億修正、EBIT 純利益は変更せずという見通しであります。ご説明は以上です では質疑応答に移らさせていただきます係の者がマイクを持ち出しますので初めに社名とお名前をいただいた上でご質問頂戴いたしたく思いますではあのご質問のある方いらっしゃいますでしょうかでは奥の通路側の一番前の方お願いしますあ、お世話になります JP モルガンの森山と申します三点ほどお願いいたしますあの、えー、最初は いつも通りこう実績の,です、ね、あの事業別の、えーまあ、営業利益がまあ良かったか悪かったかこの31ページ30ページ31ページに調整後営業利益ビットをいただいておりますのであの、まあ、特徴的なセグメントだけでも結構でございますのであの社内計画に対してまあ良かったのか悪かったのか、まあ、そこを補足でまずあのご説明いただければ幸いでございます。はい 全体では、でですね全体では社内計画に対して、上期合計、累計ですね、では売上が1600億増加、それから営業利益が400億増加いたしました、内訳は加藤から報告します。えっと今累計のご趣旨あもし可能でしたら、q 通だけでいただければと思います。 確か Q1 は200億円利益で上振れだったと思います、ねはいはい、そうですね、はい、じゃあ、えっとですねまあ、今回あの、あのね、まあの累計ですね、紙機でまあ400億、えー、上振れたというふうに認識をしておりますで、紙機で200なので、Q2 では200ということで、えっと、大きなところ申し上げますと、えっとですね、電子装置で80億、で建設機器で80億。 これが大きなところですね。であとは情報通信で三十、あとは残りが生活エコの十とこのような内訳です。ありがとうございます。あと二点目でございますけれども、全、え、社、ー、消去が上期まででプラス百だったと思うんですね。あのスライドの十七ページにあの十七年度の年間見通しをあの。 前回見通しの比較も合わせていただいておりまして、あ,のありがとうございます。で、この中で、前社および商協が、えーま、今回90億円、えー、マイナスを載せられまして、えーま、調整後営業利益でマイナス270ということで、上、ま、期がプラスの102ですので、ま、引き算、下期だけでマイナス372というところになりますが、ま、一応、こちらの下期のですね、その まあまあ、バッファーで確か300とかあのおっしゃってたような気がいたしますが、まあ、もし具体的な何かこのマイナスの372を説明できる項目がございましたら、あの少しこちらも補足いただきました幸いです,えっとです、ね、営業利益ベースで申し上げますとね、あの増える要因あの、費用が増える要因としては、の事業開発投資等、えー、は下期積極的にやっていく予定です。 SIB、まあの,のインキュベーションですね、それは積極的にやっています、その他に営業利益、ここの全社および早期を全体としてのリスクを300億織り込んでいます、営業利益でトータル300億、それから営業外で300億、合わせて E ビットベースで600億のリスクを織り込みしております。 ありがとうございます。あの最後3点目はあの今のいただきました回答にも少し結びつきますが、まあ、15ページに、えーまあ、PL の今回のガイダンスをいただいておりますけれども、えーまあ、先ほどあの日立国債さんの譲渡時期を来年度にされるということによりましてあの営業利益は300億上振れですが、まあ、E b i t 以下は据え置きというところで確か譲渡益を 上等益が450億で、その他の営業外項目、見直しまして、はい、トータルでは300億を、営業外損失を増やしておりますなるほどあの上等益450ということですが、もし差し控えなければ、あの大きなところだけ、年間でマイナス800億の,です、ね、この営業外のところの項目を1つ、2つ。 あのいただければ幸いでございます17年の、えー、800億の利息を除く営業外、えー、損失の項目、営業外損益の項目ですね、えー、17年度累,累計ではあ、事業構造改革費用があマイナス500億、うそれから、持ち分布損益が400億。 これはプラスですねそれからそれ以外の為替差損益及びその他の項目でマイナス700億それで合計800億です、はい、大変ご丁寧にありがとうございましたよろしいでしょうかその他ございますでしょうか、はい、では中央の列の一番前の方お願いします ご説明ありがとうございました、三菱 UFJ モルガンスターレーンで証券、えっと、1点目の質問は、あの素材価格の,あの高騰影響っていうのが、あのまあ日給でどうであったかということと、あと通期にどういう形で今、追い込んでいらっしゃるかという点をご解説ください。累計でで億のマイナス影響をですね で累計年間では350億を見ていますもともとこの金属系の素材であるとかそれからフラッシュであるとかそういったものを総合して300億ぐらい見ていましたけれども年間でですねそれは現時点の見通しで350億ぐらいの影響があると見ています。 それを全体の原価低減ででとか買いあの吸収していく計画であります紙機が140でえ通期で350億。 2点目が情報通信のところの事業間ですね、強弱、もし分野ごとにありましたら、コメントいいただければと思います情報のところはですねあの、まず大きく改善したのが、ですね収益性改善しているのが、プラットフォームのところですね、ハード系のところです。 これは過去から続けてきた構造改革、これは国内のハード系のところ、構造改革やってきたわけです、すその効果が発現しているということで、よくなっています、それからあとフロント系、SI 系の SI 事業、SI ソリューション事業についてもです、ね、堅調であります。 これは全体の収益性改善に、そのプロジェクトのロス、こういったものを非常によくコントロールできてきていると考えていまして、堅調であります数字のあのは23ページの方にですねいつものようにフロントと、あと、IP、IT プラットフォームプロダクツの内訳を書いておりますので、ご覧になっていただければと思います。ここの23ページれれ利益率書いていてませんけれども あの16年度、フロントのところは7.4%だったのが、2級類型で7.8%、それから IT プラットフォームプロダクツのところは2級類型で、営業利益率が1.5%だったのが6.8%と、ターンアウラウンドをすることができています。す、えっと 最後の質問はちょっと気の早い来年度のことなんですけれどももしリスク織り込みの300億何もなければ6900億で為替のバッファーもちょっと今の為替前提であれば多少あるのかなということで7000億円ぐらいの利益というのが今期もしかしたらできるかもというところなんですが。 仮にそれを発射台としたときに、あの来期です、ね、あのどの事業セグメントで、まあ、どんな感じのこう増益っていうのを、まあ、あの西山さんとして期待したいかっていう、その辺コメントをいただければと思います、はい、これはですね、あのかなりあのおっしゃるとおりの構造はできてきたと思っています。 あのコスト面では構造改革、効果がそれぞれのセグメント、いずれのセグメント発言していますし、えー、そこのコスト面、それからオペレーショナルな減価低減も計画以上に進んでいると考えていまして、えー、あのグロスマージン等で今、見ていますけれども、グロスマージンが 16年上期が26.1%だったのが17年上期実績で26.8%と改善していますしそれから SG&A の比率も20.7%が19.8%とコントロールできているということで8%の構造グロスマージン 28%SG&A20% で8%を作ると。 いう構造に対してはオントラックではでないのかなと思っておりますでセグメントというとやはりあのルマダ中心とする ITOT それの中心となりますのはやはり情報通信セグメントそれから構造改革これは低収益事業の縮小をやってきましたけれどもここのデジタルソリューション事業 この辺をの収益性、さらに一段、これは今までやってきた構造改革、あるいはロス、コストの削減、こういったものに加えて、ルマーダ事業での拡大で、ここの進捗を期待したいと思います、それからあと、今までプロダクツ系の事業も許可してきたわけで。 鉄道、それから産業機器、この辺は M&A を含めてやってきたわけで、こういった M&A のまだ17年度は、利益での貢献度はその初期費用というか、一時、初年度の一時費用があるので、大きな貢献はまだなんですけれども、これは18年以降、貢献を期待したいと考えています。すみませんあの確認というか一応イメージの,あの 確認なんですか。じゃじょ今回の情報通あ、すみません今回のえっと通期計画の情報修正にはあまり寄与していない情報通信システムとか社会産業のところがまあ来期のまあ増益をドライブするっていうのが基本的な期待感覚です。そう期待しています。わかりました。どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。その他あではあの入り口側の一番前の方お願いします。あのメリルリンチの保証券の平川と申します。 2点ほどお願いいたします1つ目は前の方の質問とちょっとかぶってしまうんですけれども、情報通信のところで、IT プラットフォームの収益性が紙機著しく改善しているというところなんですけれども、この23ページのところを拝見いたしますと、紙機で,で242億円にもかかわらず、紙木は通期の見通しが400なので、160億と大幅に収益性がこうまた悪化するようになっている。これれ何かか特別な要因があるのかそれとも、まあ 保守的に見てこう言っているのがこの持続性紙機の高収益性の持続性について教えていただきたいのは一点目です。えっとですね、あのー、少し慎重に見ているところはあります。あのー、あともう一つ要要素は紙機はですね、あのハイエンドのフラッシュストレージこれがよ,よ予定以上にあの販売が好調でした。あそこは少しあのー、下向は慎重に見ているというところであります。 あの差し支えなければこの紙機のハイエンドフラッシュストレージの,その計画に対しての上振れ幅というのがあの数十億の下の方とか上の方とかそういうイメージを申しいただけましたらあのお願いできます、うん、製品ここにはちょっと報告していないのでりちょっとそれは控えさせていただけたと思いても慎重に見ている割合の方が、はい、ハイエンドフラッシュストレージの方より大きいというイメージは持っていいんです、はい、かしこまりましたありがとうございます2点目なんですけれどもあのルマーダに関してです。 そのだいぶその2級になって進捗率が上がってきたというイメージはある,もん,あるんですけれどもあの、このルマーダコアの方のその860億2級類型のところというのはつ、えーっと、計画に対してどのような形であったのかというところと、あとその産業分野におけるルマーダを活用した競争の拡大というところで、 かなりこう面白い例が出ているわけですけれども、これというのは実際にこう今期の収益に寄与するものであるのかどうかというところについて教えていただきたいというところです以上2点目です、はい、まだですねあの定量化して、ですねあのまだあのこういった競争案件なんかもスタートしたばかりですので、えー、今すぐにその定量化して、えー、いくらぐらい願とお話しする段階にはまだないと。 考えていますただしあの、このようなその取り組みですね、あるいはお客様からの引き合い、これ、非常に多い、ニーズが高いという手応えは感じております。で、あと、ルマータコア事業、これ計画費あります、計画費、あす数字はないんですけども、全体の計画で、ですねあの、まあ、2級類型で、まあ、見通しに対して48%なんですけども、 まあ計画以上ということででこちらについてもまあ同様な計画以上ということでありますありがとうございましたよろしいでしょうかその他ご質問では中央の列の一番前の方お願いします SNBC 事故証券の島田と申します私も何点かありますけれども一問一答でお願いしますあの えーとですね、先ほども丸城の,の,方のです、ねまああの構造改革はかなり進んでいるというお話がありましたけれどもあのいつもちょんぼする <laughs> 社産のところですけどこれは今、事業構造改革不採算去年かなり引き合っていたと思うんですけれどもその後まだ事業は続けていますので、えーまあ、そのオイルガスとか、まあ、その辺を含めて、えーまあ、社,社会産業を中心とした今構造改革の,そのアップデートというかどういう状況になって 今後どういう形になっていくのかということをまず1点目確認させてください、はい、これはいくつかの会社のクローズも含めてです、ね、その海外の EPC を中心とする大規模工事に関わる事業は撤収すると決めましてそれを手続きを進めています。 でもう完全にあの工事がプロジェクトが終わったものもありますけどもまだ若干続いているものもあります。でそれらについても今のところ予定どほぼ予定通りに進めています。一案件はまあ18年までかかるもの2つかぐらいありますけれども。 それ以外はもう工事は収束してきていますただ若干お客様との間での,その追加スペックの分のお金の値決めの部分ですねでまだ協議中の部分がありますけれども コスト面では今までやってきたあのおを取りながら引き当てた部分がですけれども、それコストについてはコントロールできていると考えています。じゃあ今のところその追加のこうまた費用が出てくることはないということ今のところないです。<ー>そのお客様とのやり取りで決まってない部分については全体のそれも含めたリスクバッファーということで、あの300億の一部。 でで見込んでいまます分かりましたあとついでにあの、ちょっとこの間、出発進行で水持ってましたけれども、あのイギリスの鉄道とか、ですねあと、グダグダじゃないサルウェアのアップデートとかですね、それをちょっと、ついいでにお願いしまず、IP のスタートですね、えー、これではやっぱり若干の1日目。 トラブルがありましてこれはあの2つぐらいありまして1つは、まあ、あの列車の若干の遅延にを起こしてしまって申し訳なく思っています。でまあ、これあの遅延の原因になったのはそのシステム設定の誤りであります。それから また、水もエアコンの排水管の風害で水が漏れたというようなことがありますけれども、これはいずれも対処して、現在では完全に解消できています。まあ、今後、こういう問題が発生しないよう、きちっと業務にあたっていきたいと考えています。サルエアははこれはあの サルウェアの PMI、これをまずシナジーを早く発言させるべく、まずは PMI をしっかりやろうということで、いろいろなさまざまなワーキンググループを作ってやっています。特に期待するのは、販売面のシナジーですね。 これはラスベガスでやりましたあのサルウェアの代理店のカンファレンスありましたけどそこにもサルウェア社はサルウェアの自身の製品だけではなくて日立3機システムズの製品も持ち込んでですね一緒に展示してですねワン日立でやっていくということでかなり気合を入,って入れてですね進めていますので 18年にはまだ17年度は利益では一時費用等がありますけれども18年度には売上500億利益率はアモータイゼーション無形資産の消却もした後でも10%レベルの利益を目指すべく PMI を進めています。 分かりましたで2点目がです、ねえーとまあ、一応、今期の計画の立てつけなんですけれども、まあ、下記、まあ、結局か、うんとまあ、この前社消去のところの急の条件はちょっとよく分からないんですけど、まあ結局は紙記分の分だけ乗っけて、まあ、実質的には下記というのは前社と見るとほとんどまあ営業利益が変わっていないということだと思うんですけれども福岡、福岡自民党も大勝ちしましてです、ねでまあ、下記の今、事業環境について まあ国内外、どういうふうにご覧になっているか、まあ、アップサイトとダウンサイトですね、今、このえっとまあ単に保守的なのかです、ね、紙、これだけ上振れしていますのでまあ事業環境、今、御社のご覧になっているところを踏まえた上でここがあとどれくらい7000億円くらいいくのかですね、まあ、あのその辺ちょっと感触を教えてくださいというのが2点目です。はいえー、っと全体の まず経済環境ですけれども、これは堅調さは続くのではないかと期待していますけれども、じゃあ本当に今の状況が続くかどうかはまあ見極めていく必要はあるなと思っています。あとは環境としてはその材料ですね、素材関係ですね、これは先ほど申し上げましたとおり、そのかなり上がっていると。 素材関係が上がっているということでこれはかなり対策もやっていますけれどもこれが抑え込めるかどうかインパクトを減らすことができるかあるいはほかの原価提言でカバーできるかというところは若干の懸念は持っています。まだやはり鉄そその他レアメタルそれからフラッシュ そういったところが軒並み上がっていますから、ここはきちっと原価低減でそれを吸収する活動も当然ながらやっていきますけれども、その影響ですね、それは見極める必要があると思います。それからあとは やはりかなり上期から下期にプロジェクトを前倒してきているわけですけども構造上やはり4級あたりに工事がプロジェクトが完了する案件を構造上これは情報と社産のところですね産業のところでありますのでこれをきちっとロスを抑え込んでやると。 ということでそれで少し300億のリスクバッファを見て慎重に見ていますけれどもこれを発言させないでなんとか7000億近くこれはやっぱり8%に向けた中間点あたりの利益率を目指していきたいと考えています。 ちょっと確認なんですけど、あの今、一番目立つのはフロンなんですけど、これはもうあのキャリアに移し、えっとジョンソンコンドローンに移しているので、はい、それは関係ないということでいいんですよねあの。やはりメタル系とフラッシュが一番影響が大きい品目だと考えています。はい、で最後の質問がですね、あのまあ、えっと、 まあいつもお尋ねしていますけれども、まああのまあ、頂点に移行しているので、もうあの新しいニュースフローはないのかもしれませんが、その南アフリカの案件とです、ね、それからまあ2019年度からスタートとするとやろう原子力に関して、まあ、今までちょっとアップデートがあればです、ね、再度確認させてください、はい、これは最後の質問です。まず南アフリカのプロジェクトですけれどもこれはあの 三菱重工さんとの協議に関しては、重工さんとの間で仲裁に至ったため、本件に関しては、守秘義務の対象となりますので、詳細の説明は差し控えさせていただきたいと思います、ただし、仲裁の場では当社の主張を展開してまいりたいと思っています、ただ、その一方で、話し合いによる解決の道も従来どおり、模索していきたいと考えております名前については以上です。 それから、はい、よろしいですか。えっとですね、あの南アフリカのその工事の進捗っていうのはかなりこう進んでいるということでよろしいんでしょうか。はい、進んでいます。はい、結構ですね、えー。ホライズンに関して、えー、直近の状況を申し上げますと、現在のところ全体として予定通り進捗して、えー、います。えー、まず ABWR のロケニンカである GDA ですね、包括的設計審査。 これは現在最終段階の第四ステップに入っています。予定通り12月にこれが完了する見込みであります。これによりまして、2017年の3月に申請しておりましたウィルバニューイドのサイトですね、サイトライセンス。これ日本でいう設置許可の一部にあたりますけれども、これも2018年度に2018年に取得できる見込みです。また。 EPC、e、工事については、2019年に予定している FID、最終投資判断ですね、これ以降の本格着工になってまいりますけれども、FID の前提となるホライズンへの追加出資の募集については、さまざまな投資家と今、お話を進めているところであります。今、アップデートできるところは以上ですその一番重要なのは、おそらく投資家との出資というところだと思うんですけれども、はい、 まあ、あのなんていうか、前と比べて手応えがこう、なんていうかこう、かなり強まってるのかです、ね、あんまり変わらないのかっていうあたりは、なんか感覚的でもいいんですけれども、どこれはあの引き続きあの、いろいろな投資家さんと、いくつかの企業は、まあ、投資出資に関心を示していただいてますので、引き続きお話をさせていただいているというところですわかりました、ありがとうございます。 あ、すみません。あと先ほどのですね、海外プラントのあの案件なんですけども、数、すみません、二件と申し上げたんですが、一件です。はい、あ、一件です、ね。はいい。でもうそれさえ何とかすれば、そんなにこう赤字が出てくることはないということです。はわかりました。はい、よろしいでしょうか。その他ご質問ございますでしょうか。いかがでしょうか。 ではご質問がないようですので、これをもちましてあの決算説明会の方を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。